岡森くん。岡森くん、体育出ないの？かずみ。あ、なおこ、ごめん。先行くよ、もう。あの、すぐ行く。じゃ、また後で。お前ら最近怪しいな。何が？松田と何話してたんだよ。別に何でもないよ。そんなことよりさ、岡森君。そんなことってなんだよ。おい、そんなことってなんだよ。おい、おい、質問答えろよ。もともと話したくないって言ったの岡森君でしょ。言ってねえよ。言った。言ってねえって。うるせえなって言った。関係ねえ、黙ってろって言った。そんな、お前だからってさ、言い方が嫌なの。そんなのお前だってそうだろ。待って、言い方やめて。私たちも関係ないんだから。待てよ。ちょっとどこまでついてくる気？なんだよそれ。おい、ちゃんと走れ、ちゃんと。おい、はあ、だる。たく手抜きなんだよ、マラソンばっか。和美さ、岡森くんどうすんの？どうすんのって？喧嘩してんでしょ。うん、まあね。別れんの？あんたたち。そういうわけでもないんだけどさ。よし、じゃあ次の班行くぞ。はい。ダメ、私はパスしとく。先生、もういいかな、これ。そろそろいいんじゃない？こすったでしょ、これ。それで、どうすんの？じゃあ整理。また？うん、粉よりかマシでしょ。へりくつ言わないの。
ちゃシンプルに熱かな。今月これで最後だからね。はーい。ねえ先生、今年のクリスマスどうすんの？彼氏とかいないの？ちゃんと寝てないと証明書書いてあげないわよ。よし、終わったやつから上がっていいぞ。飯だ、飯飯。何だお前。お前まだだろ、あと一瞬残ってんだろ。なんて知ってんだよ。横井先生。お食事中ですか、すみません。いいえ、何か。4時間目岡森ここに来てないですか。いえ、今日は熊谷直子だけですけど。そうですか。あ、ちょっと待ってください。これ彼女ちょっと熱っぽいんで。あいつ。そうですか。で岡森は来てないんですね。岡森、お前何やってんだよ。何って？俺の授業中どこ行ったんだよ。4時間目だよ。頭痛くて。おお、じゃねえよ。頭痛かったら保健室行け。受験生がお前ウォークマン聞いてる場合じゃねえだろ。ウォークマンじゃないです。どこのメーカーだろうがウォークマンはウォークマンなんだよ。受験とウォークマンなんか関係あんすか。あ、お前今自分でウォークマンっつったろ。まあいいや、これ放課後取りに来い。次の授業遅れんじゃねえぞ。何が？マラソンサボったでしょ。またお前さ、そんなことよりさ、イヤホン持ってね。なんだよ。ジャージに見つかってさ、イヤホンだけ持ってかれちゃったんだよ。ヘッドホンなら持ってるけど。マジで貸せよ。うん、いいけど。今？今教室にあるんだけど。
そうだ。お金払ってよ。何お前金取んの？ヘッドホンじゃなくて。ああ、うん。払う。ちゃんと使えたらな。ダメだよ。あれ部品代なんだから。わかったよ。じゃあ明日。絶対。払うって。ちゃんと返してよ。ねえ岡森君、最近のジャージのくせに調子に乗ってると思わない？あ、良かったよな。何でもいい。進路の相談とか。なんか聞いてたことなかったか。無理にとは言わないが、なんか思い当たることがあったらいつでも言ってくれな。岡森、少し落ち着いた？やっぱり何も思い出せない？熊谷、気持ちは分かるんだけどな。お前はお前で大切な時期なんだし、いつでも相談してくれ。もう少しここで休んでてもいいのよ。いえ。今の成績のまんまじゃ国立本命難しいみたいだし。
それで私と松田君が同じ大学行くんじゃないかって何わけわかんない嫉妬してんだろうな。ったくしょうがねえな、あの野郎。やっぱり別々の大学行ったら別れちゃうもんなのかな。まあさ、あいつがビシッとすりゃいいんだよ。そうだよね、逃げてるよね、岡森くん。だね。実はさ、お前にも原因があるんじゃないの。そうかな。俺はそう思うんだけど。あれ、どうしたの。直子、まだ寝てるかなと思って。ああ、そっかそっか。 お前あんま気にすんなよ。失礼します。死ぬのが怖いっていうのは、いつどこで死ぬかわからないから怖いんじゃないのかな。どういうこと。絶対死ぬって分かってたら、それはもう黙って受け入れるしかないでしょ。でもやっぱり死ぬってことは怖いんじゃないのかな。っていうかさ、私たちはいつも何かに怖がってるでしょ。例えば明日、それどころか次の瞬間には何が起こるかわからない、そういう不安みたいなものをいつもどこかにあるわけだし。何、直子どうしちゃったの。じゃあさ、和美、そのファーストが契約した悪魔ってどんなやつだと思う。悪魔。私、悪魔って未来のことじゃないかなって思うんだ。未来。人が怖がるものはいろいろあるでしょ。例えば亡霊とかって過去、怪物とか呼ばれるのは現在、そして悪魔はいつも未来からやってくる。そうなの。よく一寸先は闇って言うでしょ。人間には絶対見えない未来の闇、その闇にこそ悪魔は潜んでるわけよ。過去とか現在っていうのは、今こうしている瞬間にもどんどん自分で克服しちゃってるわけだから、過去は未来を見通すことができないけど、未来は過去を見通すことができるでしょ。あ、開いてるね。つまり未来ってのは常に上なわけ。するってことは
未来が見えるようになるってこと。なんかさ、それって怖い話だね。そう、そうやってみんな未来を怖がるの。だから未来を見た人たちはいつの時代でも迫害されてきた。あ、それなら知ってる。魔女狩りってやつ。あれこそ神と契約した人たちの仕業でしょ。そもそも神と悪魔は善と悪なんかじゃなかった。単純に過去と未来のことだったのよ。この世界ができた時から悪魔は人間を未来に解放してるのに、神はとっくに過ぎ去った事柄を罪と呼んで、いまだに私たちを過去に縛り付けている。未来から人間の目をそらすために。でも大丈夫、人間は確実に未来に向かっているものだし、あと少し、あと少しで未来の領域、悪魔の場所へと達することになる。過去にとらわれている自分を忘れたいと思ったその時、悪魔との契約は成立する。自分はもしもし。あ、今お茶入れますから。あ、いや、あの、あ、すいません。岡森君、何してるの？何ためらってるの？あなたが望んだ未来じゃない。岡森くん、和美、岡森くんとはどうするの？私が望んだ未来。
間に合わなかった。もしもあの時、私が始まっちゃうよ。今どこ？ごめんごめん、思ったより実験が長引いちゃっててさ。それ誰かに代わってもらえないの？だってこうちゃん今日のコンサートずっと楽しみにしてたじゃない。しょうがないよ、チケット代今度払うからさ。いいよそんなの気にしなくて。あ、それから何？この前頼んどいたやつなんだけど、来月のやつね。大丈夫、ちゃんとチケット取れてるから。そっか、サンキュー。ねえこうちゃん、じゃあ教授が呼んでるからそろそろ行かないと。うん、わかった。じゃあ頑張ってね。はい。なんだって？実験がまだ終わらないんだって。何それ、最近ちょっと多いんじゃないの？しょうがないよ、こうちゃん医学部だもん。本当に医学部なんだか。え？だってあんた彼の大学行ったことないんでしょ？って考えすぎか。陽子は昔から裏を読みすぎなの。まああんたは読まなさすぎだけどね。でも何かあったら言って、私がぶっ倒してあげるから。もう始まっちゃう、行こう。よいしょ。ねえ、バスタオルこれ使っていいの？ああ、どうぞ、適当に。またか、ネズミ捕り買ってこなきゃな。あ、もしもし、リサ？俺だけど。元気？あ、昨日も電話したか。忘れてた。うん、いや今度日曜日暇かなって思って。ねえ、本当に大丈夫なの？何が？愛しのこうちゃんに決まってるでしょ。もちろんならいいけど。
こうちゃん。お前さ、来るんだったら電話ぐらいしろよ。ごめんね。だってずっと留守電だったから。どうしたの？具合でも悪いの？ああ、ちょっと風邪ひいてな。もしかして起こしちゃった？ごめんね。いや、いいけど。で、なんだよ。おでん作ってきたの。もしよかったらと思って。食欲は？お鍋でもう一回温め直した方がいいと思うから私やってあげる。いいよいいよ、自分でやるから。でもいいっつってんだろ。誰かいるの？こうちゃん。もういいから、あんまりこういうことすんなよ。もう帰れよ。こうちゃん。もういいって。です。あ、俺だけど。こうちゃん。うん、さっきは悪かったな。ううん、私が出しゃばりすぎちゃったの、ごめんね。あの、私今さ、近くの公園まで来てるんだけど、ちょっと出てきてくんないかな。会いたいんだ。うん、わかった、すぐ行く。今いくら持ってる？今15,000円ぐらい。悪い、これちょっと貸して、今度絶対返すからさ。うん、ごめんな。あ、じゃあ俺人待たせてるからさ。悪い、今度絶対返すからな。うん。貸しちゃってるわけ？そんな怖い顔しないでよ。いくら？だから。何？聞こえない。100万は言ってなかったと思うんだけど。はあ？あんたさ、やっぱりそれって騙されてるんじゃないの？だってここのとこずっと留守電なんでしょ？千恵美からは連絡取れないようになってるんでしょ？でもそれはこうちゃんが忙しいから。バカじゃないの？ねえ、人がいいにも程があるわよ。やったも来た。私が言ってあげる。携帯貸しなさいよ。メッセージ入れとくから。やだ、そんなことしたら。そんなことしたらこうちゃんに迷惑がかかっちゃうでしょ。分かってるの。でもね、私には何もないから。だからお願い、
こうちゃんのことだけは悪く言わないで。なんだよ、びっくりさせやがって。ごめんね、ちょっと聞きたいことがあって。ちょうどいいや、俺もお前に話したいことがあったんだ。もしもし、陽子です。もしもし、ちえみです。急ぎじゃないのでまた電話するね。ちえみ、海見たことなかったのか。だって連れてきてくれるような人がいなかったんだ。ケチャップ嫌いなんだ。あ、バカ、こんなかけんなよ。あー、もうこうちゃん、私すっごい泣いちゃった。うまいよ、これマジでいける。でもヒロイン結構デブだよな。よかった。そうかな、結構ね。大丈夫かな、いいお肉使ったの。ありがとう。高く食いたいもんあるか。いってらっしゃい。ちょっとね。本当いいのに。買ってってよ。待ってる。ジェミさ、髪の毛伸ばせよ。こうちゃん長い方がいいんだ。ジェミなら絶対似合うって、確実。じゃあ頑張って伸ばしてみようかな。ちえみ、別れよ。バカみたい。
めて。商店なくなっちゃいました。なんか留守電入ってたけどさ、あれ。それってお前だろ。私じゃないわよ。どうして来なかったの？せめて線香の一本ぐらい。付き合ってたんでしょ？別に付き合ってたわけじゃねえよ。あいつは勝手にそう思い込んでたんだろ。何すんだよ。ねえ、誰なの？何でもねえよ。帰ってくれよ。俺関係ねえからさ。何とも思わないの？
かよ。
がいのあるやつだと思ってます。ドラマは初挑戦だと思いますが、今の率直な気持ちをお願いします。いろいろと大変なことはあると思いますが、周りのスタッフ、キャストの方々と協力して素晴らしい作品を作りたいと思っています。ドラマは初めてですが、精一杯頑張ります。皆さん応援してください。今後の芸能活動なんですけど、歌手と女優とどちらを中心に活動されるんですか？歌うことも、演じることも、からもみゆきさんとの噂話聞いてるし。でもさ、タイミング的には今がありだと思うけどな。ありだってば。これ読んでよ。これはいいの。あの女、よりによってみゆきさんのとこに。実はみゆきさんにどうしてもお知らせしたいことがあって。何？トイレで聞いちゃったんですけど。面白いじゃない。面白いっていいんですか？和子先輩完全にみゆきさんに喧嘩売ってるんですよ。
いいのよ、和子ぐらい。みゆき。あら、コーチ。ちょっと売り手話したいことがあるんだけど。話って何？最近釣れないじゃないか。じゃなきゃ他に男でもできたのか？深夜さん、こんなところで私を侮辱する気？ごめん、言い過ぎた。でも…でも何？俺の気持ちも少し…聞こえないわ。いや、何でもない。深夜さん、あなたも大人なんだったらわかるでしょ？もう終わったのよ。あ、そうそう、代わりと言っては何なんだけど、今度新しいお友達紹介するわ。彼女、あなたのこと大好きなんだって。いいタイミングじゃない。付き合ってみたらねえ。え、すいません、これがファンの間で噂になってるんですけれども。何があったんですか？何があったんですか？教えてください。教えてください。何か知ってるんでしょうね。何か関係があるんでしょうね。最後に会うちゃんはいつでした？何があったんですか？これは。いい加減にしてください。ねえ、まだやってるよ。本当だ。ですね、これがその本なんですよ。うん、パトリックさんもご覧になりましたか？そうですね、さっき僕も少しは見たんですけど。あ、そうです。やっぱりテレビさんにそっくりですよね。そうなんですよ。私も最初見た時本当にびっくりしましたけど。私の。もしもし。あ、和子か。傘どうした？傘？ああ、今朝傘持ってったのね。持ってくるわけないじゃん、空こんなに晴れてるのに。いや、夕方からは電気は崩れるんだよ。どうして持ってかなかったんだ？え、今朝あれほど持ってくるに行ったじゃないか。あ、とにかくね、今日は寄り道しないでまっすぐ家帰りなさい。え、分かったね。はいはい。で、誰から？うちのパパ。ね、それよりさ、白石コーチの話だけど。もう蒸し返さない。後悔しても知らないよ。ああ、本当に和子に喋ったことにはね。ひどい。私は千春のためを思って言ってる。白石コーチ。何？こういう時どうすればいいのかな？どうすればって、デートに誘ってきたのは白石コーチなんだから、コーチに任せればいいんじゃない？見てくださいよ、みゆきさん、思った通り和子先輩たち舞い上がってますよ。そうみたいね。ところでさ、最初のデートってキスぐらいするものなのかな？え、どうだろう。あ、でも白石コーチって結構手早そうだよね。わかった、悩むのやめた。もう何すんの急に。この幸せ者、やっぱり私の言ってた通りじゃん。ありがとう、感謝してるよ。もう失敗しないでよ、デート。分かってるよ、もう。気持ちだからな。じゃあ私ついてたよっか。え、いいよ。はあ、なんかな。
みゆきに言われた通り誘ってみたのはいいけど、本当にこれでいいのかよ。くそ。テントついてくからね。なんか心配だもん。いや、解けないよ。あら、お二人さん。薄気味悪い絵、本当ですね。でもその本すっごく売れててなかなか手に入んないんだけどな。ほら、あ、ちょっと貸して。ワイドショーってすごい騒がれてない？すごい有名だよな、うん、ね。でもこれちょっと嘘っぽいよね。ねえ、そう、すごい。うちのばあちゃん変化だよ。嘘。なにこれ。いやあ、ちょっと待って、ゆきさん、聞いてくれよ。ちょっとどういうことよ、白石コーチ。さっき千春をデートに誘ったばかりじゃん。和子、そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。信也さん、早くあの化け物をやっつけて。では、みゆき。で、やっつけたら。もうデートでも何でもするから。千春、ちょっと何する気？私なんか、何とかして。待てろ。いや、まずはこっちだ。よっしゃ。うわ、千春、白石コーチ、傷つけるつもりなかったんだよ。許してくれ。いやうざな。千春、急に手を出しちゃいけないんだ。ねえ和子、どうしたらいいの？そんなの私に聞かない。
安全なところって？あっち。化け物が現れて片っ端から人間を襲ってるらしいんだ。私も今襲われてるの。千春たちも殺されちゃった。何？本当？パパ、あいつら一体何なの？見当もつかないよ。テレビではな、自殺したアイドルの本がどうとかこうとか言ってたから、天気予報が外れた代わりにとんでもないものが降ってきたもんだよ。カズコ、お前今どこにいるんだ？みゆきのマンションの近く。よし、分かった。今すぐそっち向かうから、絶対にそこを動くなよ。
ぞ。はい、早く。パパ！Go!